子供の頃、将棋を覚えた私は、よく父親に相手をしてもらいたいました。勝ち気だけ私は攻めぬことばかり考えて、いつも守りの甘いところを突かれて悔しい思いをしました。詰めの甘い計画はそれとよく似て、万事が褒美よく進むことを暗黙の前提にしているために、ちょっとした予想外のことが起きるとすぐに頓挫してしまいました。今日取り上げようとしている箇所には、王妃のエステルの周到な計画を進む方が記されています。あざ、それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、旧約聖書エステル記5章1節から8節までです。新キャロ聖書でお読みいたします。それから3日目のことである。エステルは王妃の行くをつき、王妃王宮の内廷に入り、王妃に向かっていたって。王は王宮の中で、王宮の入り口に向かって王座に座っていた。王は庭に立っている王妃エステルを見て、万一の面持ちで手にした、金の杓を差し伸べた。エステルを使いて、その杓の前に触れました。王は言って、王妃をエステルどうかどうしたのか、願いとあれば国の半分なりと与えよう。エステルは答えた。もし王の心にかないますなら、今日私は酒宴を準備していたから、ハンマンと一緒においでください。王は早速ハンマンに来させなさい。エステルの望み通りにしようという王は、ハンマンはエステルが準備した酒宴に赴く王は、ブローシュを飲みながらエステルに言った。何か望みがあるなら叶えであげる。願いとあれば国の半分なりとも与えよう。私の望み、私の願いと申し上げますと、エステルは言った。もし王の心に叶えするなら、もし特別なご配慮いただき、私の望みを叶え、願いを聞き入れくださるのでございましたな。私の酒宴を、準備をしたからです。どうぞハマンと一緒においでください。明日、仰せの通り私の願いを申し上げました。前回の守りでは、エステルがモルデカイを通して王宮の外で大変な事態が起きていることを記されて、ニュースを取り上げました。その民族であるユダヤ人が絶滅されると聞いて、エステルは死を覚悟して王の前に立つ決意をします。そう言っても、その時エステルには具体的な良い考えがあったは思いません。
今すぐできることは神の前に断食することだけでした。それは深い悲しみを表すとともに神に祈る機会でありました。とにかくこの窮状を神に訴えます。祈りを通して神からの示しを持つより他にはありません。そういう意味でエステルの功労は信仰を支えたのエザとしたものでした。断食をしたのはエステルだけではありませんでした。スサにいるユダヤ人にそうすることを願いました。ミカ3番の断食を通してエステルの心に具体的な計画が浮かんできたのでしょう。エステルはもう王の前に向かいます。しかし王から召し出されるのでなければ王の前に出ることはペルシアの法で禁じられていました。この掟を破る者には死をもって聖罪が加えられました。しかしこれは一つの例外があります。王が手にした酌をの差し伸べてそのものに触れることには謁見することが許されていました。王妃のエステルの功労は一見無謀のように思います。謁見できるが死を課されるのは50%の確実です。コインを投げて裏が出るか思うが出ると同じくらい敬う行動でエステルは信仰があったからというのは確かにその通り。この行動は多くのユダヤ人たちの祈りを支えがありました。とけれども何も考えずに無謀な行動にできるのではありません。王妃の衣服を身にまとい、王の前に向かいます。かつてクセルクセス王の王妃選びの時に候補者たちは思いその女王にふさわしい服装を持ち物を持って王の前に向かいました。王妃に選ばれたエステルもその時にふさわしい身なりで王のもとに向かいました。以来エステルは王妃として王にふさわしい服装のセンスが磨かれていったことでしょう。実は王妃の衣装と訳されているマルクスというヘブライ語は衣装という意味ではありません。この言葉は王書一節だけで3回登場します。王妃の衣装、王妃の家、王妃の座など訳分かれていますが、王のというがもともとの意味です。これは身につけるという動詞から判断して民族、王族の衣服を身につけたと訳されています。おそらくエステルの、溶かされたエステル語が見返された感性で王の院妃と威厳にふさわしい服を選んで迎えたことでしょう。もちろんそのには、王の好みを反映されていたかもしれません。決して取ることのもとあえず王の前に進めれたではありません。よく一つとして考え抜かれたものでした。王宮の向かいで立つエステルを見てクセルクセス王は万越の面持ちで手にした金の酌を出し述べた。万越の面持ちでというのは大胆な意訳ですが、その女王の雰囲気はまさにその通りであったは違いませんでした。それにはエステルの周到な準備をそうしましたが、それよりも祈りに応えてくださる神の導きがそこにあったからでした。
王にとっては予想もしなかったエステルの登場に不快感を示すところが王の意にかないものでした。おさげと言い方ですが、王は登場するエステルに願いとあれば国の半分なりとを与えようとさえ言いました。しかしエステルは心中に応えます。決して心の中に秘めた思いを明らかしません。まず自分が主催する酒宴にハマンを伴って来ていただいた、たいたいと思います。エステルの願いは王にとって小さな願いでした。すぐにその願いを聞き入れてハマンと共に酒宴に向かいます。もちろんクセルクセス王も天気の聞かないロングな王ではありませんでした。エステルがそうして酒宴を催すからには何か願いがあってのことを指していました。再びエステルに向かって問いました。何が望みがあるなら叶えてあげる。願いとあれば国の半分なりともお与えようでした。ここまで王の信頼を得られればもう願いを打ち明けても良さそうです。しかしエステルはこの機会をあえて見送ります。再び酒宴を催すのです。王とハマンにまた来てほしい願いました。今度はその上で自分の願いを打ち明けることを約束しています。これはエステルが、油断不断のために願いを言い出す勇気を失って、関心のことを先延ばしにしていたばかりではないでしょう。王は、嫌いを持たせ、またハマンはすっかり油断させる周到な計画でした。もちろんそのことでここでエステルの知恵を参照するつもりありません。全ては神が見えない手を持って導いてくださったから他ではありません。そのことを誰よりも知っていたのは何色までにして神に向かい合ったエステル本人でした。エステルの功労から学びことがあるとすれば、神へと全幅の信頼と、その信頼を裏切らない功労こそ見習うべき点です。しかしそれは決して迎え見ずな功労ではありませんでした。神の栄の信頼とともに与えられた自分の賜物の精一杯使って功労でした。そのバランスにこそ信仰者としてエステルの見習うべき点でしたね。